こんにちは、ゆきです。今日はね、じゃん、わさビーフ、こちらを買ってきました。ちなみにジャーキー味です。はい、この間ね、コンビニに行った時に、わさビーフのジャーキー味っていうのがあったから、と思って買ってきてみた。うん、まあ僕あんましジャーキー食べないからどうなのとかと思っちゃうんだけど、わさびが効いたビーフジャーキー味っていうことだったんですよね。まあわさび系そんなに苦手ではないし、ただね、ジャーキーがそんな食べないからね、比べるためにあればよかったけどね、ないんだよね、それがね。まあいい、食べよう。早速裏こんな感じです。まあジャーキーだからあの香り、ジャーキーっぽいような香り大体わかると思うから、まず香りと食べてみて感じかね。うん、食べてみよう早速。うん、ちなみにこれどこで買ったんだっけな、どこのコンビニだったっけな、確かローソンかどっか。そう、多分ローソンかどっか。はい、今開けました。中こんな感じです。まず香りから。あのね、あんましジャーキーっていうの香りはしない、ジャーキー感の香りはしないかな。どっちかっていうとポテトチップスのあの香り。うん、あ、でもさ、なんだろう、言うこと忘れちゃったまあいいや。あ、そう、今日いつも以上になんかゆるゆるだね。ね、あ、でもちょっとするのかな。でもね、ほとんどジャーキーっぽいような香りはしないかな。1枚ちょっと取ってみます。あれ、何も、普通のなんかポテトチップスのあの、なんていうの、薄塩っぽいような色。うん、ちょっと食べてみますね。いただきます。うん、あのね、香りはね、さっき言ったように全然ジャーキー感出てないんですよ。ジャーキーの香りしないよなみたいな。でもね、食べてみると、うん、ジャーキー感がある。うん、で、なんか食べた時に、うん、なんかジャーキー感あるなと思って、少し経つとわさびのツーンとしたのが後から追っかけてくるようにツーンとくる。うん、あ、これはなかなか美味しいでございます。ジャーキー感もそんなに、なんていうのかな、ジャーキーしてるみたいに強くはない、主張はしてないかな。ジャーキー、食べて、あ、ジャーキーの味がする感じがするなっていう感じで、その後にわさびのこのツーンが追っかけてくるような感じで、バランス的にね、片方が強すぎて片方が弱すぎてっていうわけではなくて、両方ともいいところで、なんていうのかな、まあこの指で、手で表現したら、ジャーキー感こんな感じ、わさび感こんな感じ、スンがこんな感じって言ったら、これが合わさってるからちょうどいい感じ。ジャーキー感が弱くてわさび感がツーンだと、なんか普通のわさビーフと同じような感じになっちゃうし、こっちだとツーンがないじゃんみたいになっちゃうけど、なんかね、ちょうどいいバランスが取れてる、美味しい。これさ、好きな人はちょっと砕いて、変な話だよ、好きな人は好きかもしんない、砕いてご飯にザバッてかけて食べても美味しいかもしんない、ご飯と一緒に食べても。うん、このツーンはね、好きな人は好きだよね。まあ、バサビーフ好きな人は、このツーンが好きな人も多いかもしれないもんね。うん、美味しい。うん、ごちそうさまでした。はい、ということでですね、今日はですね、確かローソン、コンビニさんで買ってきた、バサビーフ、ジャーキー味ですね。わさびが効いたビーフジャーキー味ということでですね、気になったので買ってきてみました。
香りはですね、ジャーキーの感じの香りはしないような感じだったんですよ。だけど食べてみると、食べた瞬間にジャーキー感、ちゃんとジャーキー感が出てました、うん、でそのジャーキー感が出て、ジャーキー味だなみたいな感じ思って、少しするとなんていうのか、わさびのツーンが追っかけてくるような感じ、うん、で、このジャーキー感とわさびのこのツーンのこのバランスが本当にいいバランスが取れてるのかな。ツーンが強すぎるわけでもないし、ジャーキー感強すぎるわけでもないから、ちょうどいいところで取れて美味しいと思います。まあ、ジャーキーの好きな方もいいですし、まあ、ツーンが好きな人って言ったらもうわさビーフ、普通のわさビーフも好きだからね、あれなんですけど、このわさビーフ、しかもジャーキー味っていうことで、さっき言ったようにね、ご飯に、砕いたやつをご飯にかけて食べても好きな人は好きかもしれない、美味しいと思います。わかんないけどね、僕ちょっと試してないからわかんないけど、好きな人は好きだと思います。はい、気になる方はですね、コンビニとか、僕はコンビニだったんですけども、スーパーさん等にもあると思うので、そちらの方からぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか、食べてみてはいかがでしょうか、ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。シャワダバイバーイ。